は上ん下村美法上天上。ごめんね。フェニックスキットを使うよ。あれロアさんって配信してんの今。まだ復帰してない。まだしてないんだ。頼むぞ。おいしい。もうね、どうせなら早く戻ってきてほしいところはあるよね。懐かしい。おもろいな。おもろいな。ラークやって出たポーションコラボね、これね。ロアちゃん帰ってこい、早く早く帰ってこい。いやもうこうあのね、ロアちゃん帰ってこないとあの料理下手を決定戦できないからね。この4人コラボの第2弾である。ちょっとあの早く帰ってこいロアちゃん、マジ。いやこのコラボはね、マジ必見ですね。これ誰の枠だっけ。ふわっちの枠かこれ。案件求む。元気出るのはどっちだ。最強のポーション作るっていうあれらしいよ。でもあっちの枠だからこれ見てくれ。あー、味噌うざいっすよね。でここであれだね、スプラさせていただいて、ロアタソと。懐かしいな、これも。これタイマン初コラボだからな。ロアタソ元気してるかな。気になり気です、皆さん。恐怖の森のクレーム来たサムネね。クレーム来たサムネもあります。そうだね、俺の味噌がうざいという真実が出てしまった時ですよね、あの頃の。味噌がダメで。あ、味噌うざいっすよね。え、ふわくんって味噌うざいの、マジっていうのが出てしまった決定的瞬間のでしたね、あの頃は。元気しててほしいね、うん、今お休みしてらっしゃるからな多分、うん、俺も深く分からんけど俺なんも、うん、まあ、また時が来たら遊びたいなって思いますね、うん、また目燃えてる。燃えてた今。まあいろいろありますからね、大人は。大人はいろんな事情があります、多分。俺たちにできることはもう待つこと。いい子で待ちましょう皆さん。同じサムネはないだろ。あ、同じサムネあるな。脳死スプラ同じサムネだ。脳死スプラ同じサムネだったわ。おかえりって言えるところだから、そう、全部にお返ししようよ。うん、お返ししましょう。全員帰ってきてもらおう。俺はそれが一番いいと思うな、うん、全員にお帰りって言いましょうや、うん、今日の森のサムネ怖くないだろ別に。なのでロアちゃんが帰ってきた時はロアちゃんもまた一緒にやりたいなって。こんにちは、ローションまみれの代理審判です。テクニックって何ですか。いや、なんかこうなんか来たぞ。来たぞ。だからね、ローションキングが決まるということで。でもみんなね、多分ローちゃん初めてだよね、きっとね。あれ、なんか違う。まあそうですよ、この企画ね、もともとは今ねちょっと配信できてないんだけど、ロアちゃんの企画で、でなんかロアちゃんにね、ローション企画どうかなっていう風にずっと話は進めてたんだけど、ロアちゃんが今回はぜひみんなでやってほしいってことで、まあ、中止も考えたんだけど、まあ、そういった本人が言ってくれるのであれば出しそうかなと思って出しました。なのでロアちゃんが帰ってきた時はロアちゃんもまた一緒にやりたいなって思います。そうなんだよね。そうだから、アルシとヒマとロアちゃんだったっけな最初は。うん、そんな感じで
ございます。そうだね、ロウちゃんもこれ見て笑ってくれたらいいなと思います。まあ、ゆっくりね、みんなねしてもろて、 VTuber 人生は長いですから、ゆっくり休んでもろて、みんなもね、視聴者のみんなもいろんなもの見てもろて、ゆっくりしてもろて、楽にしてくださいよ。うん、ハンブラ見本店。ロウちゃん、ロウちゃんね、わかんない。ねえ、シャドーボーイ。戻ってくるのを待つしかできない。僕はトライデントじゃない、ただのチャケだよ。ぷいー、あ、待つ、あ、てか今の待つだけに、ちょっとそういうんじゃないんで、そういうんじゃないんで、違うんで、待つだけに。そういうんじゃないんで、冷えるなぁ。アミーよぉ。天候出たらロアちゃん復活。そんなことかけないでください。ロアさんが戻ってくるのはロアさんのタイミングですから。知った。ロアさんが戻ってくるのをね、ずっと待ってますよ私は。まあ、それ確か前にも言いましたよね。まあ、ロアさんがふとディスコードを開いた時に笑顔になってほしいなと思って、2週間に1回ぐらい息子の成長をチャットで送ってます。何か問題があったのだ？おや？会場で、そう。何かっていうと、ね、イベントの中でね、まあ、いろいろ、コラボフードとかあったりするじゃない。その中でね、俺も出すのよ、実は。で、ね、何かっていうと、ね、ロアちゃんと一緒に出すものは、実は。ね、何かっていうと、ドーナツ。そう、ね、ちょっと可愛らしい動物の形をしたドーナツが出るよ。そう、弓水着で、ドーナツ出します。動物ドーナツ。よかったら買ってね。そう、だからね、ロボちゃん今ね、ちょっとね、休憩してるけれども、ね、ちゃんと、ね、3周年には携わって、ちゃんとね、一緒に、最初におめでとうっつって、ね、ちゃんと一員として加わっているからよ。まあ、ぜひとも買ってみてくださいな。で、楽しんでくださいな。お腹すいたな。俺は俺でお腹すいちゃったな。ゼリー一個食べていい？ブドウのゼリー。ちょっとね、感触は最近ちょっとゼリーにしてる。そう、ゼリーか野菜スティック。そう、何、年末年始からさ、このね、タイミングまでさ、健康を気遣わない生活をしていたからさ。で、これから花見とか来るじゃん。その時にバガバガ食いたいから、じゃ今ちょっと、今だけちょっと持ち直そう。っていうあやつ。ここで我慢した後の酒はうめえぞ。うん。
あ、うまね、ロアちゃん戻ってきたらね、家系ラーメンとかいろいろ食わしたりしたりしな。その時に俺は健康じゃなかったら食いに行けねえから。あ、美味しかった。よし。そう、デビちゃんが持ってたね、あの人形たちね、そう、ぬいぐるみが、そう、あれね、結構良かったね。いたのはお嬢がいて、わらわがいてか、お嬢がいて、わらわがいて、ロアちゃんがいてか、で、デビ本人もいてな。あ、ルルちゃんもあったね。そう、ルルちゃんもあった。ロアちゃん嬉しかった。そうね、うん、そう。で、ちょっと久々にね、ロアちゃんの動画の方見てみたら、あ、そっかって、ロアちゃんね、最初に出したあれね、あの歌動画、シークレットプリンセスか、ね、それで俺の方をね、あの初めての歌ってみたらキングの方だったから、あー、うーん、で帰ってこねえかなと思ってる。まあゆっくりでいいんだ、ゆっくりで。お前は強く生きるのだ。お？お？悪魔だから。